今日から我々は一切武器を持たない。でも決して心もそこを思う必要はありません。で、必ずこの憲法が訴えることがやがて世界に認められる時が来るんだと、我々は率先してその理想を宣言したんだと。正しいことほど強いものはない。平和を守る、実現するということはですね、理論じゃない。覚悟を持って戦争しない、平和を守る。やっぱりこの気迫がない限りですね、私はどんな立派な理論でも防げない。議論のための議論、議論に勝つための議論、相手を任すことの議論、そんなことばかりやってて、肝心のですね、平和っていうものに対する思いが至っていないところが一番大きな問題だと思うんですね。今の現実の国際政治は、私が外務省に入った当時に比べて考えられないほどひどくなって、世界の国の国民はですね、戦争なんか望んでる国民一人もいないんです。それは国家権力が戦争を仕掛けたんですね。アメリカの憲法なら平和っていう考え方ないと思うんですよ。世界で一番戦争を仕掛けてる国はアメリカだと思うんです。アメリカの勝手に守られてるんだと。というのはですね、役人が作り上げた全くの歴史なんですね。でそのことにしたら憲法9条をですね、これ唱える、これはやっぱり日本だ。まあ憲法9条が変えられる口実っていうのは至るところにあるわけです。誰が見ても今安倍政権は行き詰まって、いつ倒れてもおかしくないのに絶対倒れないと。もう安倍政権は問題があまりにも大きいけれども、野党があまりにも弱いから続くと。その意味でますます日本の政治はですね、良くない方向に行く、そういう気がしてなりません。